平野博明1月30日帯は、日本の政治家。広島県広島市西区南観音で生まれる。平野家は、観音の地を観択しながら、農業を営んでいた。南、観音小学校、観音中学校、元町高校を経て1965年、立教大学法学部卒業。衆議院議員沢原格の秘書となる。また衆議院議員。 萩原幸男の秘書となる。1983年、広島市議会議員に初当選。1999年、第70代広島市議会議長に就任。4年間、務めた。2014年、電子書籍、地方自治体、一世者の講在広島市の過去、現在、未来を出版。2015年に引退。8期32年間広島市議会議員を務めた。 2020年4月、自民党の河井安里参院議員の陣営による公選法違反事件で、広島地検が平野の実宅や事務所も家宅捜索した。また平野は地検から複数回にわたり聴取を受けた。平野は河井側からの現金の受け取りはないと否定した。2002年、市議会議長を務めていた平野は、 自らのホームページで広島スタジアムの改修を主軸としたサッカースタジアムの建設を提言した。平野はこの年韓国まで出かけてワールドカップを観戦。彼の地でサッカースタジアム体験を積む。平野は広島には野球にもラグビーにも専用球場があるのにサッカーのそれはない。サンフレッチェというプロクラブがありながらどうして サッカースタジアムの議論が起きてこないのか、それ自体がおかしなことと指摘した。平野はサポーターの機運の盛り上がりをスタジアム実現の大きなポイントとして重要視した。ありがとうございます。